高橋久則、高橋久則、高橋久則、1975年4月2日台は、東京都墨田区出身の元プロ野球選手、当主、左投げ左打、野球解説者の登録名は、久則、ホリプロ所属。東京都墨田区出身、1993年、 修徳高校3年時に第75回全国高等学校野球選手権大会でベスト8に進出し秋の国体で優勝。甲子園では1試合4ギダの記録を作った他に2名対記録保持。また、同高校式野球部の同期に玉木智隆がいる。高校卒業後は駒沢大学に進学。東都大学リーグで通算60試合に登板し17勝11敗。 防御率2.58、239奪三振。東芝に進んでからは、1999年の第70回都市対抗野球大会で優勝を飾り、優秀投手に選ばれる活躍をする。同年のドラフト会議で1位、逆指名で読売ジャイアンツに入団。4月6日の中日ドラゴンズ戦で、堀内夫以来の初先発、初勝利を挙げるなど、 シーズン当初から活躍。新人王こそ首位打者を獲得した、金城達彦に譲ったものの最終的に9勝6敗、防御率3.18の好成績を挙げる。福岡大英ホークスとの日本シリーズでは、第5戦、福岡ドームに先発し、史上10人目、巨人の投手としては5人目の初登板初完封を飾り、優秀選手賞を受賞した。を挙げたが、 規定投球会に到達できなかった。2は、初の10勝を挙げて2年ぶりに規定投球会に到達して、リーグ優勝に貢献した。そして、西武ライオンズとの日本シリーズでは、第4戦で登板し、勝利投手となり2年ぶりの日本一に貢献した。5月21日の福岡ドームでの、ヤクルトスワローズ戦で、完封ペースで投げていたが、左翼手のクリス・レイ・サムが2アウトとなる。 フライ打球処理後に誤って、ボールをスタンドに投げ入れてしまい、二塁ランナーのホームインで完封勝ちを逃した。この場合、野球規則 7.05g により、二塁走者には2個の安全進類権が与えられる試合は2から1で、関東勝利。この年、幼稚園教諭をしていた女性と結婚。一方シーズンでは故障の影響で13試合の当番に終わり、4勝4敗。 防御率3.84の成績で終わった。も故障もあって、思うように投げることができず、16試合で5勝10敗と、不本意な成績で終わったが、8月26日の中日戦でこの年のチームで、唯一の完封を記録している。も先発ローテーションを守ったが、不安定な投球が多く、過去2年ほどの不振ではなく8勝を上げたが12敗を、喫した。 10敗のうち5月8日宮城での東北楽天ゴールデンイーグルス戦で岩隈久志と投げ5敗北した分も含まれ、球団史上初の交流戦敗戦投手となった。それでも3年ぶりに規定投球回に到達した。は、内閣攻めのスタイルを取り入れ、オープン戦から回答が続いたが、開幕早々4月5日の東京ヤクルトスワローズ戦でベンチに飛んできた。 青木戦後矢のファウルボールが顔面を直撃。右方の骨折で、長期離脱。復帰後は抑え投手に回って15セーブを挙げた。最終成績は35試合で2勝6敗15、セーブ4ホールド、防御率4.94だった。だが10月10日の中日戦では、延長12回に、タイロンウッズに、満塁本塁打を浴びるなど打ち込まれ、東京ドームが会場してから初めて相手チームの、 リーグ優勝、及び同上げを許す屈辱を味わった。オフの交渉では、清竹エリキー団代表に、翌年の先発復帰を直訴し、また同オフの熱海高楽園ホテルでの農会の席では、縁が始まり、少し酔ってきたかなという頃を狙って高橋が監督の原辰則お釈をしに行き、2007年はぜひ先発で、と直訴しに行ったという。2は、先発に復帰、4月には、 月間も賞を上げ、球団の左投手としては5月の三浦敏夫以来、28年ぶりの快挙を成し遂げた。6月21日にジップが死去。葬儀に駆けつけられない中、23日の西武戦で、チームでは1999年7月4日に達成した上原浩二以来となる12球団一番乗りの10勝を達成。 6月中では1990年6月22日の斉藤正樹以来の記録になる。入団8年目にして監督推薦によりオールスターゲーム初出場を勝ち取り、フルキャストスタジアム宮城での第2戦に先発、山崎武史にホームランを打たれ2イニングで2失点を喫したものの、安倍晋之助の3段などのセリーグの打線の奮起に助けられて勝利投手となっている。 シーズンでは、自己最多となる14勝を挙げ、リーグ優勝に大きく貢献。シーズン終盤8月2日から9月15日まで1ヶ月以上、白星がないという状況になり一時的に、セスグライシンガ側に防御率を抜かたが、最後は2連勝で、初の個人タイトルとなる最優秀防御率も獲得し、チーム5年ぶりのリーグ優勝に貢献した。しかし、この年より導入された CS では、 ファイナルステージで2位の中日と対戦しで大戦に先発し、3回まで無失点に抑えるも1点リードの4回にタイロンウッズに逆転3段本塁打を浴び、7回には谷重元信にソロ本塁打を浴びるなど7回4失点で敗戦投手となり日本シリーズ進出をした。同年のベースボール TV のインタビューの中で目標はいつかは完全試合を達成すること。 また、工藤君康、桑田雅美らベテランが去り、内海哲也、近人健人や復活を遂げた木佐抜き王など、若手対等の中で、上原と共に、ジャイアンツ投手陣の最年長投手となり、G 投手陣のリーダーになるという宣言をした。は、初の開幕投手に指名され、ヤクルト戦に登板したが、甘足が強く不運な案内もあったことから4回後、失点と振るわず、 チームも2対6で大敗した。その後の当番でも不振は続き、5月20日の千葉ロッテマリーンズ戦で3回途中6失点と、打ち込まれたのを機に再調整を命じられ、出場選手登録を抹消された。後半には調子を取り戻したが、序盤の不振が響き発症に終わり規定投球回にも到達しなかった。チームはリーグ連覇し、中日との CS では、 日本シリーズ進出に大手をかけた第4戦に、先発し7回1失点と良しみを見せ、リリーフ陣が同点に追いつかれたため、勝ち星こそつかなかったが8回に勝ち越してそのまま勝利、4、6年ぶりの日本シリーズ進出を果たした。そして、西武との日本シリーズでは、第2戦と第6戦に先発。第2戦は6回途中に失点の好投を見せたが、第6戦では初回に、 平尾博次に3点適時にルイダを打たれ、2回3、失点で降板。チームは、敗れ自身も3度目の日本シリーズで、初めて敗戦投手となった。翌日もチームは敗れ、日本一を逃した。は、8月終了時点で5勝6敗と定調だったが、9月以降に5連勝を記録し10勝6敗でシーズンを終え、自身3度目となる2桁勝利を達成。 防御率も2.94を記録し、規定投球回に2年ぶりに到達して、リーグ3連覇に貢献した。CS ファイナルステージでは3年連続で中日との対戦となり、第3戦に先発した。初回に森野正彦に2日続けてとなる、先制にラン・本塁打を打たれるがその後は無失点に抑え、勝ち星こそつかなかったが5回に失点と先発の役割を果たした。 チームは翌日第4戦に勝利して日本シリーズ進出を決めた。北海道日本ハムファイターズとの日本シリーズでは第4戦で先発したが敗戦投手となった。それでも第6戦でチームは勝利し7年ぶりの日本一に輝いた。11月17日には海外 FA 権を行使、ピーター・クリーンバーグが代表取締役を務める PEG 社と 業務提携しているグスグループの中西剛を代任とし、メジャーへの移籍を目指すことを発表した。2月11日にニューヨークメッツとマイナー契約を結ぶ。スプリングトレーニングで13イニング4失点、防御率2.77となり、開幕直前にメジャー入りする。4月7日のフロリダ・マーリンズ戦の延長10回に6番手として、メジャー初登板。 打者4人に対しに安打1支球1失点で敗戦投手となった。23日のアトランタブレーブス戦では先発ジョン、メインの故障交番を受け緊急登板。3回路に安打1支球7奪三振1失点に抑え、メジャー初勝利を記録。打席でも川上健進からメジャー初安打を放った。5月21日のニューヨークヤンキース戦ではメジャー初先発し、 6回後アンダム失点と、高騰するも勝敗はつかなかった。8月16日のヒューストンアストロズ戦で、メジャー初セーブを記録。チームは、クローザーのフランシスコ・ロドリゲスの離脱を受け、複数の投手をクローザーとして起用する方針だったが、この日の高騰で、クローザーに指名された。10月1日のワシントン・ナショナルズ戦では、同点の9回から登板。 2回を無安打無失点4夏三振に抑え、延長10回に、女子トーリーがサヨナラダを、っぱなし、日本人メジャーリーガーとしては4人目、メッツではのリックアギレラ以来25年ぶりとなる、新人での2桁勝利を記録した。最終的に先発としては4勝4敗、防御率5.01、ホイップ1.45と振るわなかったが、リリーフでは6勝2敗8セーブ。 リーグ9位の防御率2.04、ホイップ1.13と結果を残し受賞を記録。この年の日本人メジャーリーガーの中では、黒田博樹、11章に次いで2番目に多い勝ち星を挙げた。オフには、再契約交渉がまとまらず11月5日に、ベーバー工事される。代理人をアーンテレムに変更した。 2010年12月2日にロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムと総額800万ドルの2年契約を結ぶ。背番号は巨人時代からの愛着の21に決まった。は、ワンポイントや回をまたいだ当番など様々な場面でのリリーフ起用のみとなり、5月には11試合のレーで0勝1敗、防御率6.30、ホイップ1.80を喫したが、 6月に復調し、前半戦は36試合の当番で2勝2敗、防御率3.62、ホイップ1.33で折り返す。8月15日のテキサスレンジャーズ戦で、メジャー通算100試合当番を達成し、後半戦は25試合の当番で2勝1敗に、西部、防御率3.23、ホイップ1.07の成績を残した。 シーズンを通してはチームで2番目に多い61試合に登板し、右打者を左率。206に抑えたほか、5月と8月には防御率6点台以上を喫したが、一方で6月と9月には防御率0点台を残すなど、好不調の波が激しかった。日本人選手との対戦では一郎を3打数無安打、松井秀樹を2打数無安打。 西尾勝義を2打数無安打と、すべて無安打に抑えた。は、4月に8試合の登板で0勝1敗、防御率9.95、ホイップ1.89と不調に陥るが、5月には10試合の登板で0勝1敗、防御率1.86、ホイップ0.93と復調。前半戦を28試合の登板で0勝2敗、防御率4.15。 ホイップ1.08の成績で終える。7月28日にはチームにザック、クレインキーが加入したことに伴いトリプル A 級、ソルトレークに降格したが、スコットダンズの故障に伴い31日に昇格。しかし8月は8試合の登板で0勝1敗、防御率7.71、ホイップ1.57と、再び不調に陥り、8月19日に再降格。 2012年8月24日に、ウェーバー工事を経て、ピッツバーグパイレーツへ移籍するが、9試合の登板で、防御率8.64、ホイップ1.68に終わる。前年に続き、日本人選手との対戦では一郎を3打数無安打、川崎宗則を1打数無安打、青木瀬も親を1打数無安打と、すべて無安打に抑えた。チームは、プレーオフ進出を争っていたが、 9月27日に出場可能性が消滅し、30日には20年連続負け越しも決定。シーズン終了後には、今年はいろいろ大変だったけれど、自分の中では楽しめた。自分を知ってもらう努力をしたし、新しい仲間が増えた。アメリカに来るとき、眠れなくなるほど悩んだ。簡単には帰れない。自分が納得できるまで、こっちでやりたいとコメント。 2012年12月27日にシカゴカブスとマイナー契約を結ぶスプリングトレーニングに招待選手として参加し2先発を含む9試合の登板で防御率4.42ホイップ1.36と成績が低迷したがメジャー開幕25人枠入りするしかし開幕から3試合の登板で3回に失点を喫し4月16日に リーフとなり40人枠から外れ、18日にトリプル A 級アイオワに降格した。2013年6月22日にコロラドロッキーズへ移籍。マイナー契約を結んだ関係で同級団参加のトリプル A 級コロラドスプリングスに所属した。前半戦は7試合の登板で1勝0敗、防御率11.70、ホイップ3.00。 後半戦は11試合の当番で0勝1敗、防御率3.45、ホイップ1.41と復調するが、メジャーリーグへの復帰を果たせず、シーズン終了後には自由契約になった。2013年12月25日、横浜 DNA ベイスターズから2年契約での獲得が発表され、巨人対談から5年ぶりに NPB 及び、 セントラルリーグの球団へ復帰することになった。背番号はメッツでも着用していた47。1月20日には登録名を久乗りにすることが同球団から発表された。一席初年度は先発ローテーションに入った。高騰する時もあったが打線の援護に恵まれない試合や本塁打の被弾が多かったこともあり、一生もできずにシーズンを終えた。フルスの巨人戦では 3連続本塁打を打たれて敬応されることもあった。1月30日、球団から登録名を本名に戻すことが発表された。4月29日の広島戦でシーズン初登板、先発で2回6失点の後、2軍降格になった。9月13日、今シーズン限りで引退することをオフィシャルブログ上で発表した。引退の理由として、アメリカ、 MLB から戻ってきた去年から引退はずっと考えてきた。ここに来て気持ちの方が動かなくなった。体は無理をしてもできると思う。でも気持ちの方がついてこなくなった。モチベーションが上がってこなくなったとコメントした。12月2日付で日本野球機構 NPB から自由契約選手として講じ、ホリプロとの間で専属マネジメント契約を締結。 2016年からは、スポーツ放置の野球評論家や、NHKBS のメジャーリーグ中継及び、TBS ラジオ、2017年まで、日本テレビ BS 比、テレニッテレータス BSTBSTBS BS BS チャンネル、CBC ラジオ副音声の野球解説者として、活動する。2018年から、ラジオ日本野球解説者も兼務。 また2018年4月1日から放送中のテレビアニメグラゼニで解説役として出演。平均球速88.8メートル pH、約時速143キロメートル、最速92メートル pH、約時速148キロメートルのストレート、フォーシームと、スライダー、シンカー、チェンジアップとも呼称される、シュート、ツーシームとも呼称される、 カーブを投げ分け、稀に、フォークとカットボールも交える。丹念にコーナーをつくスタイルを得意とし、2010年は、さらにコーナーをつく投球を心がけた果て、日本時代と比べ、予死球率は高くなってしまったものの脱参審率が大幅に上昇。リリーフとしては、メジャー通算で8.240と高い脱参審率を記録するようになった。デレクジーターは、チェンジアップ。 シンカーやカーブをうまく混ぜてくるので直球が実際より速く感じる。コントロールが良くボール球が少ないねと評しており、国立スポーツ科学センターの真実とムは、高橋の速球について腕の振りは遅いが手首の回転で速度を稼いでおり、そのためバッターは予想以上に速く感じる。高橋のシンカーについて普通の人が投げないボール、一般的な 落ちる球に比べ回転数が多く、落ちながらよく曲がる。バッターとしては追いかけて打たなければならない上に、初速が遅いためタイミングを合わせづらい。かなり打つのが難しいボールと解説している。シンカーを覚えたきっかけは、修徳高校時代の2年時にコールド負けをしたことで、当時ストレートとスライダーしか投げられなかった高橋は、参考程度にシンカーの握りを教わったところに、 三球投げただけで、ボールの軌道が変化した。そういった、適性、器用さを持っていたと当時の修徳高校監督の、大橋敏一は語っている。家族は、妻と子がいることを公表している。巨人時代には、同姓の高橋義信がいるため、チーム内からは、久典と呼ばれ、試合では、高橋直と表記された。成年月日は、巨人で同僚だった高橋義信。 上原浩治より1日早い。メジャーに対しては多くの不満があることをテレビで告白したことがある。若手時代には酔うとハメを外したパフォーマンスをすることで有名であった。巨人時代の2000年の優勝時の祝勝会では床にうつ伏せで寝転んで尻を露出しはしゃいだことが生中継された。この行為により当時の監督である長島茂雄からは宴会部長に指名された。 同年オフの農会においては監督の長島の目の前で闘魂込めてに合わせて箸をタクトのように振った。2002年の縮小会においても氷柄のティーバッグを着用して尻を露出、さらに鼻血を出すに及んだことが中継された。当時の監督の原辰則からは自覚を持てと言われた。また、高橋は後に妻の叱責を受け、この年の日本シリーズの対戦相手である。 西部監督の伊原春樹からは、汚いし、品位がない。全国放送で見せるもんじゃないと痛烈に批判された。伊原に批判されたことを知った高橋は、神さんに言われるのは納得するが、敵の監督に言われると腹が立つと発訓日本シリーズ第4戦に先発した高橋は高騰し、勝利投手となった。また、この試合で、巨人は西部相手に4連勝で、 日本一となったため試合後には縮小会が行われたが、高橋は上実して体を露出するようなパフォーマンスは行わなかった。このようなことから、特に尻の露出については、球界の新下レれとする巨人軍の選手にあるまじき行為として一部ファンの批判も強かった。ただし、中期からはそれらのような過激なパフォーマンスを人前で、することはなくなった。 前述の伊原は2007年から巨人の野手総合コーチを務め、同年のリーグ優勝目前には、高橋の尻出しを任する発言をしたため、高橋の対応が注目されたが、縮小会において高橋が尻を露出する姿は見られなかった。その後の2年間も優勝はしたが、縮小会で露出することはなかった。高橋は後に日本球界に復帰した時に、 上記の行為は若い頃のことなので忘れてくれと発言している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。